何か小野さんあれば。いや、沖縄の負担をできるだけ軽減しながら、そういう処置を講じながら沖縄の県民の皆さんと話し合う、はい、それはもう全く理由もありません。ただそういうことも含めまして沖縄の方、そしてまたアメリカ政府と話し合いをしていかなくてはならないだろうというふうに考えておられることでございます。わかりました。もう一つは聞いてほしいという点がありまして、もう一度新しい公共ということですね、よく言われて、いたと思います。これ、ちょっと言葉自身の意味もよくわからないという部分の人も多いと思いますので、具体的にこれについて、何か考えておられる、こういうことが必要だとか、こういう意味なんだと、でこういうような政策を実際していくことが必要なんだというようなことがありましたら、お二人にお伺いしたいんですけど、これ監査の方から新しい公共という、民主党が、やってる話なんですけど、この点は鳩山前総理が非常に力を入れられて、私もその円卓会議に出席をし、つい2日ほど前ですね、その円卓会議の皆さんと懇親会があったところにも、私も若干の時間また出ていただきました。で、私は本当にこの考え方はもう日本の社会にとって今最も必要な考え方、あるいは実践しなければいけないことだと思っております。例えばいろんな例があると思いますが、例えば先日芦屋に高齢者が単独で住んでおられるところで、この巡回ではなくてそこに小さいサテライトを作ってですね、ブザーを押したら本当に 2,3 分でこの人、そうするとかなり普通だったら施設に入らなきゃいけないような方でもですね、きちんと面倒見る、で孤立死が全くない、孤独死が全くない、つまり最近孤独死とかですね、お年寄りが行方不明とか、とにかく人間と人間のつながりが家族でさえ、薄れてしまっている、会社でも薄れている、地域でも薄れている、そういうものをいかにつなぎ合って協力し合うかと、こういうことが私はいろんな分野で努力さなきゃいけないと思います。今日朝自殺対策のキャンペーンということで何人かの大臣と私もちょっと出かけてきましたが、この自殺などもちょっと声をかける人があればですね、家族や仲間が、かなり違うわけですけども、みんながお金がないだけで自殺をする方は少ないんだそうです。お金がないのに加えて仲間がない、相談する人がない、人間のつながりない、その時に絶望して自殺をされる人が多いということを聞いておりますし、そういう点でこの新しい公共という考え方はいろんな分野で実践をしていく、その段階に入っていると思いますし、政府としてはそういう実践をですねサポートするような、そういう仕組みをいろんな形で作るべきだと思っています。政権が官か民かという話があったときに、公が抜けてるよという議論があって、そこを官民という議論よりももっとその公的なもの、これをどうやって実はいろんな社会にそういう役割に乗ってる人たちがいる、それを支援していこうというような話がありました。今の話だと思うんですけど、小沢さんの方からこの新しい公共というものについて何かお考えになるのか。この考え方は鳩山前市長が強調された考え方でございますけれども、その根底には人間と人間の絆、特に家族の絆、そういうものが今日の日本社会の中で崩れ、そして希薄になってきていると、そこにいわゆる高齢者がどこにいるか分からないとか、あるいは高齢者だけが一人で、住んでるとか、こういうような問題も起きてきている。ですから私は人間社会の最初の絆である、単位であるこの家族、いわゆる伝統的な日本の家族の在り方にはプラスマイナスいろいろ意見がありますけれども、あまりにもこの家族の絆が薄くなっているというのがその根底にある。やっぱりそれを元にして人間同士の絆を強めていこうということが背景にあるんじゃないかと思います。あとはそれを背景にしてですね、NPO とか NGO とかいろんないわゆるそういう公的な
活動をしておる方々がおられます。ですからそういう活動を国が支援していくということは絶対必要だと思っております。ただよくそのボランティアというような言葉も言われますけれども、単に無償のいろんな仕事のローンの提供ということでは実際にはできないわけでして、きちんとした仕組みを作って、実際にかかった費用は公的に負担しながら、そしてそれらの人たちに公共的な活動をしていただくという仕組みを日本でもっとしっかりと作り上げていくということではないかなと、そう思っております。はい、どうもありがとうございました。最後になるかと思いますが、マニフェストをどう位置づけるかということを含めてなんですが、その政権が変わったと、その政権交代が行われたということの意義がどこにあるというのがですね、政権交代してから1年ぐらい経ってですね、国民もだんだんとよく分からなくなってきているところがあると思うんですが、もう一回原点に立ち直る戻ってということはあるかもしれませんが、この政権交代の意義はどこにあったのかということをですね、もう一度確認する意味でお二人意見が違うところがあるのか違わないのか分かりませんが、その現状評価も含めてちょっとお話をいただきたいと思います。じゃあ菅さんの方からよろしいですか。私はもうかなり前ですが、最初に選挙に出た時から日本に政権交代ができるようなそういう政治の構造を作りたい、当時は自民党総理政権で野党第一党社会党は定数の半分の候補者を出してませんでした。半分以下でしたから、いくら全員通ったって半分以下ですから政権交代が起きないわけですね。そういう中でなんとか自民党に代わりうる政権担当ができる、まずは野党を作っていく、そしてそれが大きくなって選挙で、勝って、政権交代をしたい、これが私の最初の立候補の時からのまさに訴えたことであります。それは理由はもう申し上げる前はないわけですが、やはり一つの政党が長く権力を持ち続ければどうしてもいろんな問題が不安を起こす、あるいはいろんな癒着を起こす、あるいは偏った意見だけが場合によってはですね、なかなか他の意見が、採用されない、いろんな問題があります、いずれにしても私は政権交代があって初めて民主主義、議会制民主主義というのは本物の民主主義になると、こういうふうに考え、そういう点では93年に一度政権交代があったわけですが、短時間で、終わってしまったので、今度の政権交代はやはりきちんとした成果を上げて、もちろん、10年とか5年とか経ってばまた変わるかもしれませんが、そういう形での政権交代の一つのこの大きな仕組みというか、このタイプが定着することが重要だと思っております。その中で、さらに言えば、民主党が政権を握ったということは従来の自民党政権ではできなかったことをやらせようということを期待されたわけです。その多くは今議論をお互いしました、やはり官僚が日本の政治をほとんど決めている、その形を国民が決めるんだ、その国民の代表である国会議員が決めるんだ、国会議員が決めた総理大臣や大臣が決めるんだ、もちろんその時には国民の声をですね、しっかり、与党である政党が受け止めて、やらなければいけませんが、そういう形で国民主権の政治に変えていくというのが、私はこの政権交代に国民の皆さんが期待した最大のものだと思いますので、それがやれるかどうかがいよいよこれからが本格的に、私たち民主党政権に問われている、このように考えます。はい、ありがとうございます。